みません、4番が先ほど品切れとなってしまいまして。じゃあ一応シェイクで。え、ご一緒にポテトやハンバーガーはいかがですか。いい、食欲減退するほど欲しかったの。4番、君高校生だよね。あの子同じクラスの。大丈夫。お前構うな。背後から不穏な空気が。なんかすごく睨んでるんだけど。まさか4番なかったの相当根に持ってる。もうちょっと待て。そうなんだ。そんなわけないでしょ。全く。やっぱりこんなゲームが授業なんておかしいんですよ。では手っ取り早くロシアンルーレットで運試ししますか。よろしい。では始めましょうか皆さん。片付けてない。いた、人いた。どうしたのさや。あれ、お兄ちゃん。やめるのだ。こんな奴らと仲良くする必要は。いつまで経っても進まないだろう。投げるよ。やった、6だぞ。さすが連打。そうかな。行くぞ、栄光への第一歩だ。どうぞ。また来ます。日を改めて復讐に。ビラ配りしてるんだ。お姉さん本当働き者ですごい。二人とも好きな人の名を高らかに宣言する。方そんなお題もあるの。特にいません。さて、ハギュウさんはどうですか。ひびきも好きな人なんているわけない。沈黙よくない。何か話題。お兄さん緊張。さや、間が持てないからといって無理しなくて大丈夫。むしろほっとかれた方がありがたいくらいだから。兄は。ちなみに一つだけわさび入りのパンが混じってるよ。花子、今回は途中で動きにくい格好で助かった。これでバレずにリリになれる。バレバ。すごい音がしたが。どうした田中。さや、そろそろ晩御飯の時間なんで解散。田中妹。え、まだ早くない時間。なんでいるのよ太田。あ、注意して。あ、いや。行くよ。あ、ごめん、勢いつけすぎて折れた。どうしたの。